はい、今回ですけど、ゴーテルのスキレベ3をね、使ってみたという動画になります。スキレベ1のね、ゴーテルを使ってみたを出しているんですけれども、もうやばいということしかなかった。で、まあね、ただね、ちょっと期待できるところもあってですね、まあ、まずは先にですね、スキルの説明をさせていただくんですけど、まあ少しの間ゆっくりになって得点が上がるというところで、まあ動きがゆっくりになっている間、高得点になるというところで、少し離れた爪でもつながるというところと、ゴーテルはね、他の爪よりさらに高得点になるというところでね、まあ、ゴーテルをね、うまく絡めてね、ロングチェーンにつなげると、まあ、スコアが爆伸びするんじゃないかなというところですね。で、まあ、期待ができるというところなんですけど、まあ、スキルレベルを上がることによって、スコアのね、倍率も上がるんですよ。まあ、そこが、うん、ワンチャンスコア出しにはね、強いかなというところと、あと時間もね、伸びていくというところでね、まあ、そこが期待できるかなというところですね。まあ、早速やっていきましょう。まあ、ただ言うて、まあ、スコア出しにこのツムを使うかって言ったら、まあ、そう使わないと思うんですよね。まあ、ただ、常駐ツムでずっといるツムなんで、まあ、今始めた方なんかはですね、はい。こいつが勝手にスキルレベルが上がっていくと思うんですよ。常駐ツムでしたら。まあ、そういう時に、もしかしたら使えるかもしれないですね。いや、マジで使いづらいぞ、これ。使いづらいな、やっぱりな。あ、でもあれか、少し離れたツムでも、つけれるってことは、やっぱタイムボムを狙っていくしかないんかな、可能性としては。まあ、そうすればさらに、スコアの伸びも良くなるんじゃないかな。まあ、あれっすね。OKOKOK。全然 OK じゃなかった。全然 OK じゃなかった。うん。ちょっと使い方次第もあるかもしれないですね。まあ、今度ね、ちょっとタイムボムをね、狙ってやっていく方法も。ちょっと試してみたいと思うんですけど、はい。それで、まあ、1000万とか2000万とかいくような、レベルになっていくんであれば、まあ、結構スコア出しではね、強い積みになるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回はゴーテルの、スキルレベル3を使ってみたという動画になりました。はい、それではね、よろしければ皆さんご視聴じゃない、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。